お疲れ様スラットです。今日はですね、新環境最も使われておりますこちらエリポンゴレやっていきますということで、まあ、新環境になってまだ3日ぐらいしか、はい、経ってないんですけど、3日も経ったのか、ちょっと日付感覚なさすぎてわかんないんですけども、このエリポンゴレがね、一応今の段階だと一番使われてる、よく使われてるってことでやっていきます。はい、で強化されたのがヒーラーとスケドラですね。ヒーラーは召喚時回復、スケドラは HP 強化、そして2体の間隔が広くなったことにより範囲攻撃で巻き込まれにくくなったよということなんですけども、今ねちょっと確認したらスケドラ矢の雨ザップ耐えます。はい、次元です。ってことはまあ矢の雨雪玉も耐えると思うんですけど、呪文で残るようになっちゃいました。まあファイボではね、今まで通りはい解けます。ファイボでもポイズンでも解けるんですけども、まさかのですね、矢波ザップ耐えるので、なんか地味残りがね増えますよっていうのも強いんでしょうね。まああと、まああとはなんだそんぐらいか。いやなんか同じようなデッキ来た。はい、エリゴレです。マジでまあこのゴレ多いんですけど、まあエリゴレもいますし、普通にゴレダクレもいますし、まあそういう環境ですよねっていう感じです。まあ俺はこれエリポン置いていきたいな。もうエリポンで、エリポンの後で勝っていく、ライドラスケドラを多く出してみたいな感じね。プリマエリポンです。はい、まあこれ来られてもどっち守れないんで、まあ来られたら来られたで、ね、ええかな。よいしょ。はい、まあ守れないじゃないですか。ベビドラだけ、いやなんか守れそうだ全然守れそう。これライドラの竹だけ取ってあげたらなんとかならん。あ、それ良くない。これエリポン置きたいっすね。まあランバーでもいいんですけど、じゃあ本当にエリポンゴレ地味好きなとこあって、何がいいってこのエリポンをねいっぱい置いていくのが楽しい。はい、おお、これちょっと守っちゃおうかな。守れねえか。これスケドラか範囲で行かれるんですけど、これヒーラーで、いやなんかめちゃめちゃ微妙でした、ごめんなさい。そういうこともあります。まあこういうのも行っちゃっていいんじゃない。このアドでランバー、ヒーラー、ライドラブ全部無料です。はい、で行ってからのトルネで吸いたいな。あのライドラだけやっちゃわないと突破できない。いやランバー、うわうまい。相手の残りつけなんだけど、これヒーラーで召喚時間、え熱くね、頼む。マジで24秒折ったらキングは目の前。よし、あれなんかピンクの物体がいるけど大丈夫か。なんかいっぱいいるぞ。いやーこれヒーラーで、あー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 いぐちゃぐちゃです。あぶね。まあでもこのデッキはこういうのがいっぱいあります。はいエリポン置いて1本取られるけどもカウンターで取ります。はい、まあこれデフォルトだと思ってください。だね、最後の最後にもうぶっぱで取り切るのが大事ですね。あれでもう守られたら無理ですよ。はい、まあ、けどだから橋付近にいるユニットとかもね、オイヒーラーで回復しながらいけるんで、結構最後の最後はねやっぱ強いよね。はい、まあ、今一番疲れてるデッキなんでね。まあなんか他高回転だとやっぱマジアチャオールブレイカー強かったり、あマイティ全然減ってない、小ガッツとかもいるし、マイティほんまに加工されたんあんたっていうレベルでいます。あーホグクウェイクの顔してるエリポン。これ置くか悩むね。あー置いちゃおう。あークエイクでした本当に。ファイボの可能性も一応あったんでねと思って出したんですけど、もうマイティ迫撃ホグかな。はい、まあこっからはエリポンいらないですね、飾りです。でヒーラーもまあええやろ出してあーこれはでもライドラ強い、ライドラ強いんで
まあ、ゴレライドル組めたらぶち俺のターンじゃねっていう気はしてる。おお、珍しいギャングも入ってる。一旦ね、もう耐えるだけ、耐えて最後にゴレランバーヒーラースケドラライドラ、それだけなんで、いかに耐えれるか。マスケ嫌なんですよね。迫撃だったらいいんですけど、今よいしょ、いいよ、これだけで地味にうざくない。まあ、エリポークライダーが辛いよね。ヒーラーもうちょっとやってくれや。さあ HP が2ミリ増えたことによってスケドラが頑張ってるね。まあさすがにね。いやー、このなんかゴブリン追加とか無視したい。いや無視できる、いや素晴らで、ここゴレの出す位置すげえ悩むんですけど、迫撃なんか攻めに行かれるの嫌だったんで。おってか相手ランバーっすね。これさ、今までマイティだったっすよね。てかマイティ型も全然いるんですけどね。まあ、ないちょっと下放されたしっていうのランバーになった。まあさすがにこれ引っこ抜かないと話にならないんでね。さあ引っこ抜いてあげて、レイジで溶けて、まあ、クエイクなんでね、もうスケドラ追加。いやこのスケドラ最強ですよ。でヒーラー無限回復、あこれこれもう終わりですよね。で召喚時回復もあって、あー諦めましたかね。おい諦めてないね、素晴らしい。まあでも諦めてるみたいなもんですよ。 OK。 さあ、いや最後がねマジで強いわ。クエイクを持ってない相手にはエリポンたくさん置けばいいんですよ。でクエイクを持ってる相手はまあもうエリポンを勝つにユニットでぶっ破すれば止まんない、ほんとそれだけなんで。いやもうデッキの完成度が違うね。なんか一応ダクデ型もある、ランバーかな、ランバーの枠はダクデの型もあったんですけど、まあ僕ダクデ嫌いなんで、はい使いません。もうランバーでいい、ランバー強いしな、火力あって。うん、さあちゅうことで私はエリポンが恋しくて恋しくてたまらないいつもやられてる動画でエリポン貯められて負けてる俺ですけど、貯めます、こっちがやり返す。おースケキン遅延ちゃんじゃね、遅延スケラしか思いつかない。はい遅延スケラです。まあスケラ出していいんじゃね、どうせポイズンもなんか、ああお前反抗期か(笑)ヒーラーいるのに、ゴリゴリいるのにスキル打ってきたっすね。これスキラで壊されるから前でもよかったか。まあ低めでもよかったけど、ライドラエリポン絶対残したいマンなんで本気で。いやーこのランバーね残ると禁忌されちゃうんですよね。禁忌ですこれは。まあ仕方ないっすね。まあここはエリポン置いてるし、相手は攻めたいサイクルっていうか攻めれないかサイクルなんで、もうゴル展開してヒーラーでヒーラーでじゃんけんしようぜ、突破できるかな。でビビドラの方が嫌だな。まあもう一旦一緒ですよ、そういうことは。やばいヒーラー早く早く仕事しろ早く。いやいい、2体とも回復してる。あ意外となんかスケキンのあれで思ったより簡単にいかれちゃう。さあ素晴らしい防衛をされるババが、まあまあ棒ポイ使ってくれてるんでっていう考え方もできる。さあここでゴル展開のこれライドラっすね。もうライドラで世界使いますしかない。ポイズンでも耐えるしね。ポイズンアイスイズベビトルネをはめられると良くないんですけど、まあ頑張って引っこ抜いて、
引っこ抜いてヒーラーで、これさきつくない？正直相手ライドラがなんでイカレ、ヒーラーがサボってんだあいつ。なるほど、アフォトルで絶対入れなかったっす。いや頼むヒーラー、ワンチョコン、ワンチョコン、うい。いやどうなんだろうね、相性もしかしたらめっちゃいいの可能性もあるが、なんかきつい気もした。いやベビドラ型ですね。なんかチエンスケラーとか、まあポイズン相手は絶対にヒーラーで回復しとけば勝てると思うんですよ。で今回特にライドラが強いんで、もうライドラヒーローするだけと思ったんですけど、なんか結構ベビドラポイズントルネでヒーラー回復できないとね綺麗に守られちゃうんで、ややこわでしたけど、まあそんなん知らんかなって。はい、エリポン行ってきます。なんかそうじんな、もう置いてから考えるか。あーこれはねジャイレイジとか、まあ、ジャイスケラもあるね。スパーキーでしたね。まあ、この落ち着いて、エリポンマジ邪魔だなこれエリポン、いやもうそっち行くなよ。うわっ、もう元気出てきた。いやー1040か、1040ね。まあジャイスパか、ジャイスパなら守れるから、まさかのやりこぶで金色とか。エリポン今後ろに置いとったら幸せでしたね。いやーまあもう一回フルブッパ来たら守れないか、正直守れないんで、まあ、この後のカウンターを考えてもいいかもね。なんで綺麗にヒーラーで回復しつつフルカウンターしたい。ヒーラーが思ってるよりボコされてる。うっうっ、やばいやばいね。でも俺はどんな時でもどんなピンチな状況でもエリポン置きます。勝つためにはね全てを失う覚悟もいる。よし、いや俺勝ったっすよ。負けろがむずくね。いやこれ溶かしに来るのか、これあそれやばいな。ランバーだけ、いやめっちゃいい、なんかユニット追加な気がする。これさ気持ちよくなれんヒーラーも増して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 増し増しやで。ああ何でしょ、いやもうライドラーこいつです一番マリードスケドラ強化ですって言われてますけど、ライドラがマジで最強すぎてやばいね。ライトニングを持ってないだとかハイブアナムじゃないとか、もうその時ライドラさえ生かしてしまえばいいんでね。やべえなだから一本負けて勝つのがデフォルトだからね。さあまあスパーキーね、ライドラいるし元の対象いいかもしんない。よしよしよし、なんか形組んでしまえばさ、マジロケとかない限り止まんないかもね。そのスケドラが HP 増えたのもだし、召喚時ヒールをね端前でかぶせられると、やっぱ今までギリ対応できてた、それが全部残っちゃう。ミニ強化スケドラとヒーラーの回復によって、私今までギリを守られてたのが全部勝てるようになるって考えたらめっちゃ気持ちいいやん。あーめんどくさいっす。あ元気で今のできないのもマジつらいっすね。いやーロケコね、いやこれじゃあクエイクいるっすね。
なんでもう、いいや。で、今回は、トルネオこれ防衛で使ってるんで、その突破できないんですよ。施設プラス、このキノコ。まあ、相手も、なんだそのゴーレムつって、余裕ぶっこいてあくびしてますけど、あ、しかもインフェなのね。ちょっとまあ、無理だよアピールしときます。勝つんですけど。全然勝つんですけど。いやー、インフェか。インフェ、真ん中スケドラを生贄に突破したいですね。いやー、まあ、間違いなくクエイクだと思うんですよ。あとは真ん中ライドラで、インフェを、ええ感じにね、みたいな。ロケット逆いかねえかな。さあ、ここはね、男なら無視をしないといけないんですよね。うわ、ライドラやば。ライドラやばいな。だいぶ理解に苦しむライドラは。いや、でもきつい。スケドラマジやっちゃって。ういライドラじゃない、ライトニングか。ライドラ俺の。いや、これよくあくびしてたな。いや、これ勝つめちゃくちゃでかいけどな。インフェ、ロケコ、ライトっしょ。全部がきつかった。エリボン置いてもよかったっすね、そう考えたら。まあでもクエイクだったパターンの方が無意味になるんで。ああいう時のなんかスケドラ強いよな。最後の時とかでもさ、もう足すだけのスケドラ。相手に呪文がないだとか、まあ、行くしかないって言ったらもうスケドラはね、脳死でやっちゃっていい。あー、まあホグの可能性もある。ホグに出会ってくれ。アーチャーセバー来たらマジでどうしようかな。あー、そっちの引きこもり。なるほど。なんか懐かしいデッキで当たってますね、だいぶ。ロケ来るかな、これ。ちょっといいんじゃない、少し甘えたんじゃない。いやー、このためでかいっすね、ぶっちゃけ。エリポンこれ置けないかな。ゴーレも出すなら前に置かないと。クロスですね、クロス。これはね、ちゃんと守って勝ちたいっすね。スケドラでなんか回収できそうなんで。あ、微妙に残せん。いやー、もう1回収ないか。さあ、クロスでロケがあるんで、まあ、ぶっちゃけ攻めがむずいね。その固めって突破したいんですけど、ロケで守られちゃうんで、結構両サイドというか特殊な戦い方が必要になってきそう。まあスケドラあるし、スケドラ強い。スケドラもライドラもどっちもロケで頑張ってみたい。さあ、これ展開、これは逆サイクロスの竹も取れます。でもこれだけつけてあと祈っていけばいいみたいな。ロケかな。
スケドラしかつけてないんで、相手もなんかやるにやりにくいみたいなね。ロケ打つに打ちにくい。あんまりがつけすぎない。これめっちゃ高めにして確実に受ける。いや、程よいのを繰り返していきます。これ召喚時間く微妙にね。よしよし、でも程よい、ずっと程よい。コストをね使いすぎない。でこれ展開して、いやめちゃめちゃいいよ。もう程よい、やりすぎない。またスケドラつけて、すごい行きたいんですけどね。ここでちょっとこう微妙な感じのタイミングでね、トルネロケだけは仕方ない。いやでもそんなコストないスケドラでうわやば。いやこういうのっすよね。なんかアイビズとかの、まあ、それこそテスラとか突破今までできてなかったんじゃないかなっていう、このスケドラのね HP が強化されたことによる恩恵、そして2体の範囲が何間が空いたことによる恩恵、アイビズで片方しか食らわない時もある。いやスケドラちょっとうざそうっすよね。なんかスケドラが高回転メタ代表みたいになってる。強くね、端前スケドラの遅れてヒーラー追加、あれめちゃくちゃいいこと見つけた気がする。渦巻き天、いやこれエリポン回したいんですけどね。やっぱりエリポン置くだけで幸せになれる。おい近い香りがしてる。マジ同じだね。さあこれね一体しか当たんないね。いやここで相手がエリポン置いて俺が置けないっていうのがマジで見えるな。ちょっと動いちゃう。おーまあ、いやガチ仲良しパターンあります。まあこれは何が来てもライドラで回収すればいいんで、うう仲良しです。これなんか守った方が強そうだけどな。うわすげえ全部完コピ俺がすること全部してくる。いやでもちょっとだけダメージ入る。うわマジであのカード回しプラスダメージ稼ぎ、よしエリポン回りました。これどうなんだろうさ、フリーズとかないから形組んだもん勝ちなのかな。守れるかなこれ。トルネで吸われてぐっちゃぐちゃにされる未来もちょっと見えるな。ちょっと嫌がらせランパしちゃう。いや OK です、トルネ使わせて一発殴られてギアで回復しながら、いやめっちゃいい。え、しかもこれさ地獄の始まりとかない。いやーなんか今やりに行ってよかったんですけど、一回リポン置く、この、まあ、行くけどね。ヒーロー、いやその相手のタラババ危ないんじゃないいやこのアドよ、ゴーレムマジいらんかねゴーレムガチいらん。いやこれさゴーレム多分いない方がよくね。どうなんだ、ヒーラー出したい。ヒーラーでスケドラかすめ OK。 いやこの8枚追加ヒーラー最強だ。ああそれはダメだよ、止まんねえ。
オーケー、いや完全ミラーでしたね。エリポンを置いたもん勝ちでした。あとはライドラをね、もう残す、ライドラ残す、ライドラ残す、そんな時でもライドラを残せ。はい、ぜひヒーラーゴレエリポンやってみてください。お疲れちゃんです。